ちは。こんにちは。豊さん、はい、前回、まあ、動画で、巨人、菅野投手隙がない。隙がない。なるともうこれ巨人をストップザ巨人の話だったんですよね前回。もうダメじゃないか。そう。ってなった時に、いやいやあるんだよ実はと。まあ。何に乏しいけどな何に乏しいけど、やっぱ歴史を振り返るとさ、そういうドラマを起こしてる球団があるんだよ。で、今 9.8.5 か、今9月13日現在 8.5 ですね。で、DeNA が9ゲーム、でもその差でもひっくり返したチームっていうのはあるんだよね。あ、ありますよね。だからゼロではないわけよ、はい、だからまず気持ちって言ったけど、諦めた瞬間に終わるよね、でも手を打っていかないとさ、諦めるにしても、手を尽くしていかないと見てるファンのために良くないでしょ。いやもうそうですよ。だからできると思うしかない、だって過去に実際にあのメイクミラクルですとか、メイクレジェンド、ありましたもんね。2回あったんだよ、でも2回とも巨人がやってんだよね。これがどうかってことなんだけど、先にそのオチみたいなことになっちゃいましたけど、ただ、巨人が起こしたドラマっていうのは、ね、他球団でもできないはずがないんだよ、歴史を振り返ると。そうですね。でしょ、はい、だから起こしましょうよ、メイクミラクル、メイクレジェンドに続くものってことですよね。でまずそのメイクミラクルはもう長嶋監督が、ね、あの言ったおっしゃった言葉で有名ですけど、これ96年、で、最大 11.5 ゲーム差をひっくり返して巨人は優勝するんですけど、これ、6月終了時点でその時の1位が広島で、巨人は4位で 11.5 ゲーム差あったんだよね、でその時にじゃあ長嶋監督がどうしたかというと、もう調子優先で使っていったんだよね。その途中からですか。もうレギュラーとかなんとかっていうよりももうその時調子のいいやつをはめ込んでったというかさ、それは1軍も2軍もなく、もうなりふり構ってられないということで追い上げていったんだよね、それがやっぱりチームの緊張感を生んだし、レギュラーとして安閑としてたものが、いや俺たちもやらないと置いていかれるみたいな、そういう機運になったんだと思うんだよね。だからそういうドラマが起きた。まあ確かに広島っていうのが怪我人が出たりだとか、いろんなことで失速はしたことはあるよ、あるけど、だけどそれだけではないということだよね。そうですよね、やっぱ金運を盛り上げていったということだよね、長嶋監督が。もう一軍がチームじゃなくて、もう巨人軍というこう団体で 戦っていったという、だから一軍も二軍もなく、もう2軍でいいやつは上げて抜擢して使うとか、そういうことをこうやり始めたみたいな。こういうのって面白いことに、やっぱり連勝とか勝ち始めて数字が縮んでいくと、追っかけてる方の選手の意識って追っかけられるよりなんかぐんと上に行きますよね。いやそりゃそうだよ、上の人間、上に立ってるチームは怪我人もいるしさ、どうするみたいな危機感があるよね、それとやっぱこう2軍でも調子が良かったら1軍に呼ばれる、チャンスがある、そうなってくるとやりがいも出てくるよね。そうですよね、だから見事だったと思うよね、じゃあこの時に、11.5 ゲーム差をひっくり返したっていうのは、その長嶋監督が途中からその策を打ったっていうのがやっぱ一つ大きかったってことですよね。でもう一つに、これ2008年メイクレジェンドは原監督の時なんですが、その時阪神が1位、巨人が3位で、これ7月8日時点だったんですけども、最大ゲーム差が13、だ今よりあるっていうことだよね。あ、そうですよ。そうでしょ、でもその時に原監督が手を打ったのが、打ったのがっていうかさ、その時にさ、オリンピックがあるんだよね、北京オリンピックが。そうですそうです。ここで流れが変わるんだよね。あ、そうですね、巨人は、上原投手と、阿部捕手を北京の北京に、行って、で阪神は藤川球児と、そして矢野選手、新井選手が、この3名が行った。行ったよね、はい、行ったけど、両チームともまあまあの選手やっぱ出してるよね、スターを、でもそこで動きが違ったのがさ、やっぱキャッチャーを出したっていうことは、キャッチャーがいないっていうことじゃん、トレードしてるよね。そうなんですよ、巨人はそのオリンピック期間中の阿部捕手の代役として6月中旬に真田投手と、あと鶴岡捕手を横浜とトレードしてるんです、でもそこでやっぱトレードという手を打ってるでしょ。もう打ってますね、見越して、だからやっぱ流れを変えるためには、9月30日までに
やっぱりこう必要な選手をトレードするとか、はい、追う方は、はい、やっぱり必要なんだよ、流れを変えるという意味では。これ見たら原さん、原監督が今年トレードを活発にしてるっていうのは分かりますね。分かるよ。あ、そうか。やっぱ弱点、危機管理、はい、そういったものをしっかり準備としてやるということだよね、はい、でも追ってはそれ以上のことをやらなきゃいけない、うん、で、DeNA が巨人戦12ゲーム残してるんだよ、はい、今日9月13日現在、はい、で、阪神が11ゲーム、はい、で、その中で 3勝しかお互いしてないんだよ、うんうんうんね、はい、でその中で勝ったのが浜口と大貫が横浜勝ってるんだよね、はい、それでもう1試合はつないで、うん、あ、はい、坂本っていうのが勝ってるんだけど、これルーキーでつないで勝ってるんだよね、はい、で浜口と大貫は絶対外さない、ローテーションから巨人戦に、うん、もう絶対勝たなきゃいけないから、全部勝たなきゃいけない、うんうん、で阪神は西、高橋遥人、はい、ガルシア、うん、でガルシア、西は勝ってる、高橋もちゃんと抑えて勝ってるんだけど、はい、ガルシアっていうのは1試合だけはいいピッチングしてんだよ、はい、他負けてんだけどさ、でもなんとなく通用するということでなんとなくだけど、はい、もうしょうがないんだよ、もう当ててくるしかないですからね、当ててくるしかないわけよ、はいはい、でも西、高橋は絶対外さない、うん、そしたらここでもう2勝は確実ですよね。いや確実にしなきゃいけない、はい、ただ、はい、阪神の巨人戦打率、うん、1割9分6厘、そんな打ててないんですか。打ててないんだよ。え、でもホームランを打ってる。あれ、ホームラン10本、巨人より打ってる、はい、ただ失策数が12で、巨人は阪神に対して2割3分1厘、はい、本塁打9本、うん、阪神の方打ってるでしょ、はい、ただ失策が1、これは運転の差ですね、うん、だから守り負けしてるというかさ、そんな感じになるんだよ。そうですよね。これ守りが良かったら阪神今首位にいてもおかしくないってことですか。いや、そこまではいかないけど、はい、ただ対巨人戦に対しては同等にいけるんじゃない。3勝しかしてないっていうことはありえないでしょ。そうですよね、うん、だからもうとにかく阪神は1割9分6厘、もうとにかくファームも1軍もなく、うん、はい、調子のいい選手を使う優先的、はい、で守備固めもしっかりする、うん、そうしないけどね、あとはトレード、そう言ってましたね、うん、だから藤浪をあれして、力のあるバッター、はい、もうとにかく率はともかくとして出塁率、はい、で力がある、うん、打つ打たないは別問題として、はい、まあ、そういう選手はやっぱ取ってこなきゃダメだよ。あと守備のいい、うん、まあなんていうの、俺らの経験上パワーがあって出塁率が良くて守備が上手いんで、そう出さないそれそうですよ。でも藤浪クラスだったら出してくれるかも、相手の球団が。そうそうそう、あ、だからもう絶対負けちゃいけないんだから。そうですね、対巨人に対しては、はい、で DeNA、はい、打率、うん、対巨人ね、はい、2割1分1厘で、巨人は打率2割6分1厘、打たれるんだ、打てないし打たれる、はい、で防御率が 4.36 に対して、うん、巨人が 2.49 なんだよ。これ2点違うんだよ。パーフェクトですよ巨人。そうだろう、はい、でこれ圧倒的に違う差が、はい、DeNA が盗塁1、はい、巨人が10。どういうことですかもうそれ。もうね、何の数字に対しても上に数字がないんだよ、はい、どうすればいいんですか。まあとにかく浜口と大貫が勝つ、はい、それしかないんだよ、うん、ただ、はい、俺は巨人戦に対しては足の速い選手を並べた方がいいと思う。例えばもうとにかく阪神の時も言ったけど、バッティング優先で考えると、まあ例えば1年目だけど、昨日か一昨日のゲームでファームで森っていう選手が4打数4安打打ってるんだよ、はい、もう調子がいいから4打数 4安打打てるよね、うん、もうそういう選手はもうすぐ上げて、うん、すぐ使って、ダメだったらすぐ落とすとか、はい、もうそうやって活性化するしかないよね。あの長嶋監督がやっていたようにってことにやらなきゃいけないと。 あとはそのとにかく走るってことですね、盗塁の意味。だからその足のスペシャリスト、はい、まあいないけどね、今育ててないから、はい、だけどやっぱ足、うん、もうそういうダイソーだとかバーンと使っていくとか、うん、そういうことをしていかないと、なかなかやっぱ巨人はこの数字を見る限りもう横綱相撲するよね。いやもうそうですね、慌てない、もうどっしり構えて盤石でいるという。
だからそこをやっぱ崩していくのはさ、ケタ振りだとかさ、はい、もう前の意味だよ。何やる、猫騙しとか、猫騙しとか、はい、もうそういうことをやるしか勝てないよ。だ今真っ向勝負だとダメだってことだ、ダメだっていうことで、がっぷり四つに組んだらやられるということで、そうですよね。だからもう特回引っかいでいいから、はい、もうとにかくそういうことをやっていく、うん、それがもうトレードだよ。だってトレードやってるのが首位の巨人しかいないんですもんね。そうなの、セ・リーグ。いやだからそういうところがやっぱ遅れてるでしょ、危機管理。まあ例えばソフトバンクからシュートを貸してくれとか、はい、もうあのロッテから和田貸してくれとか、うん、もうそれで 1,2 番組むとかさ、うん、もう引っかり回そう、ことをやらないとダメだ、もうやらなきゃダメだ、うん、だから負けれないから。そうですよね、うん、阪神はね走ってんだよ、はい、走れる選手もいるし、うんうん、ただやっぱこう失策が多い。そこですね、うん、それと打ててないということね、はい、打てなくて失策したら負けるに決まってんだよ。そうですね、だからここをやっぱ改善しないとさ、はい、もうそしたら現状でじゃあ足りるのかというと、うん、もうトレードしかない。もうそうですね、期限も迫ってるので、うん、トレードで補うしかない。で打てるとしたら俺は代表的なのは福留だと。あ、もう福留をもう使う、使う、はい、もうそうしていかないとやっぱ勝てない。あと DeNA はオースティンが戻ってきました、はい、昨日戻ってきて12日、はい、戻ってきていきなりホームラン打った、はい、いやそれはもう心強い。そうですよね、ここからここからだ、うん、ただやっぱ走塁面でかき回すことができない、相手を揺さぶることができないからです、はい、だから揺さぶらないと、うんうんうん、ダメだということで、ね、そうですね、うん、だからこれはもう阪神と DeNA が巨人を追い越すためにはその策を打っていかないと。いや打っていった方がいいと思うし、ね、まあ流れを変えるんだったら両チームともやっぱもうトレードだよね、はい、もう期限付きでいいからトレードするとかさ、うんうんうん、もうそういうことをやっぱりやってほしい、ね、そのぐらい大胆なことをしないと。そうで試合数もね、もうあのもう本当残りわずかになってきてるので、だからもうギリギリ間に合うか間に合わないか。そうですね、もう勝負の時ですね。ここでもさ、この2チームがさ巨人に対してあの矛先に完全に向けたらさ、うん、そらくそう簡単ではないと。そうですよ、それにセ・リーグのファンは最後の最後まで見逃せない試合を見られるってことになりますもんね。消化試合、巨人以外は、ね、消化ゲームになっちゃうよ本当に。もういやそれはちょっと、ね、でもそう なっても仕方ないぐらいの手を打っていかないと。そうですね、いやもうここまでやったんだったらもうしょうがないっていう、うんうん、それがもう打順の組み方、もう打てるやつから並べていくと。それ巨人戦に当てていくってことですよね。そうそうそう、それで巨人と同じようなオーダーを組んで、うん、じゃあダメだということで。そうですね、とにかくこの2チームは大胆なことをして変えていかないと。もう責任があるセ・リーグの。そうですね、うん、頑張ってほしい。頑張ってほしい。最後まで諦めないことだよね。そうですね、ああ最後はもう気持ちで諦めない。まあ、今年は A クラスでいいかって、うん、クライマックスがないけど、うん、っていうような考えじゃなくて、もう優勝しかないんだから優勝目指してほしいよね。そうですね、はい、巨人以外のチームに本当に熱い、ね、戦いを最後まで見せてほしいです、はいはい、別に巨人が嫌いじゃないもんね。あ、そうじゃないんです。そうじゃない、そうではないです。そうじゃないけどっていう、野球ファンのためにっていうこと、ね、そうなんです。最後の最後までハラハラする試合をどうか見せてください、はい。